まず肩周りを動かしてウォーミングアップを始めます。息を吸って腕を上に上げ、吐いて後ろに回します。吸って腕を回し上げ、吐いて回し下ろし、吸ってアップ、吐いてバック、視線をつけます。吸って視線を斜め上に、吐いて斜め下へ、吸って斜め上、吐いて斜め下、吸ってアップ、吐いてダウン、吸って吐いて、吸ってラスト、吐いてダウン。腕を軽く揺らします。ここから二の腕のエクササイズを3種類行います。3つ目が一番楽にできるエクササイズです。まず四つん這いになりましょう。膝を少し後ろへずらして二の腕を床に対して垂直にセットします。腰が反りやすい場合は骨盤を少しだけ後ろに倒します。肘を後ろに曲げ、ゆっくり伸ばします。肘を後ろへ曲げて伸ばします。背中と後頭部を平らにするイメージで頭が下がりすぎないように注意しましょう。肘を後ろへ伸ばし、後ろへ曲げて伸ばします。お尻をかかとの上に乗せて背中と肩周りを伸ばしましょう。今度は両手をお尻の後ろ側へつきます。手の指がお尻の方を向くようにセットしたら、胴体が床に対してなるべく平行になるように用意します。今回も肘を後ろに曲げて、そしてゆっくり伸ばします。後ろへ曲げて伸ばし、お尻がなるべく落ちないように注意しながら腕だけを曲げる意識を保ちます。後ろへ曲げて伸ばし、曲げて伸ばします。もう1セット同じことを繰り返します。最後に簡単なエクササイズをするので、今疲れていたら2セット目は休んでください。肘を後ろへ曲げて伸ばします。2回目、肘を横に広げると腕の外側の筋肉に効いてたくましく見える腕になってしまいますので注意しましょう。5回目、お尻をかかとの上に乗せて休みましょう。今度は両手を後ろへついてテーブルのような形を作ります。肘を後ろへ曲げて伸ばして、2回目、3回目、あと少しです。4回目、ラスト5回目、二の腕を伸ばしましょう。腕を横に伸ばして肘を曲げ、自分の方へ引き寄せます。逆の腕でも同じように伸ばします。今度は腕を上に上げ、肘を曲げたら反対の手で肘をつかみます。逆の腕でも同じように伸ばします。最後は楽にできるエクササイズです。まず壁に手をつき、胸の高さにセットしたら 2,3 歩後ろへ下がりましょう。ここから肘を曲げてゆっくり伸ばします。後ろへ曲げてゆっくり伸ばします。曲げてゆっくり伸ばすのがポイントです。曲げて伸ばし、ラストゆっくり伸ばします。 1,2 歩後ろへ下がり、背中がまっすぐになるところで肩周りを伸ばします。もう1セット、 1,2 歩前戻り、肘を後ろへ曲げてゆっくり伸ばします。後ろへ曲げてゆっくり伸ばし、3回目、ゆっくり伸ばして4回目、ラスト5回目、 1,2 歩後ろへ下がって背中と肩周りを伸ばしましょう。これで二の腕引き締めエクササイズを終わります。ありがとうございました。ナマステ。